どうも、今回はですね、鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎の、性格と運勢を見ていきたいなと思います。竈門炭治郎の、性格は、理屈よりもひらめきを大事にして直感に従って行動するタイプです。物質的なことにはあまり興味がなく、目に見えるものより目に見えないものに重要性を感じ大切にします。神秘的な雰囲気を持ち、言葉に強い力があります。マイペースで独自の世界を持っていて、人の目や評価は全く気になりません。知識が豊かで意志が強いので、人から信頼されて対人関係で苦労することはほとんどないでしょう。人当たりが柔らかくて物静かな印象なのですが、実際は気が強く、自分と意見が違うときは聞いているふりをして聞き流すこともよくあります。内面は芯が強く、どんな困難が起きても大丈夫とポジティブな発想で、あまり深刻にならずに乗り越えることができます。目上の力のある人からの引き立てを受けることもでき、実力以上の地位も名誉も手に入れていきます。自分のことが大好きで、他人には関心がありそうでないため、対人関係で悩むことがあまりありません。あるとしたら体調が思わしくなく、精神的に落ち込んでいる時ぐらいでしょう。いじめられたとしても神経がずぶといので、自分とは種類の違う人たちだと冷静に判断して無視してしまうので、知らないうちにやり過ごしています。自分の気持ちを相手に言葉で伝えることが苦手なため、思わぬところで誤解されてしまうことがあります。また人に気を使わせてしまうことも多そうです。まず自分がどう思うのかをきちんと話せるように練習することで、運気は改善され、さらに向上するでしょう。はい、次に、竈門炭治郎の、運勢を見ていきます。若いうちに独立し、中年期から運気に激しい波が出てきて、トラブルの多い人生となります。パワーが過剰で悪気がなくても我を通して相手を攻撃する形となってしまい、いつの間にか孤立してしまいます。人に頼ることは苦手で、一人で何でもやろうとします。直感力に優れ、頭が良く、毒が強く、現状には満足できないため、いろいろなことを望んで手を出しますが、あまり努力をする方ではないので、願いは叶わず失敗することが多いでしょう。エネルギーが強いだけに、一旦悪い方向に流れ始めると止めることができないので、あらかじめ悪くならないように注意しましょう。健康面は働きすぎが原因で精神的な病気になる傾向があります。家庭運は主張が強すぎてトラブルが多く、気をつけないと家族から捨てられ寂しい老後となります。今回はですね、鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎の性格と運勢を占っていきました。